どうも芸人たの中道です。本日はですね、とあるクライアント様の撮影に行かせていただくんですけども、その風景をですねお伝えさせていただきたいと思います。これからですね企業の中でですね採用動画を作ってみたいとか、ああいう企業様いらっしゃったら、あこういう風に撮影してるんだなとか、こういう風なところを気をつけたらいいんだなということがわかるんではないでしょうか。ぜひお楽しみください。さあ今からですね、あの機材のレンタルに行きたいと思います。 DOC 東京オフラインセンターですね。自社で機材も持ってるんですけれども、どうしても足りない、このレンズが足りないとか、このカメラあった方がいいなとかいう時はあのレンタルしに行ってます。じゃあよろしくお願いします。じゃあ、はい、TOC ちょっと、あ、全然 TOC じゃなかった。 TOC に使って、あ、TOC ですね。ここでレンタルしてもらいます。行ってきます。じゃあちょっと1個だけ、はい、あ、で、お二人から、はい、呼び込むって、そうですね、はい、4、3、どうも、芸人たの中道です。次郎です。今回も総合福祉企業ケア21さんで介護のテクニックを学んでいこうと思います。お教えてくれるのは介護士の沢口さんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、次郎の家に来てるんですが、どういった介助のテクニックを教えていただけますか。今の間の間違ったところがいくつありました。わかりますか。さあ今の間の間違った、あ、はい、ここで言うために場面転換をもうこのまま行きます。いただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。かしこまりました。おじいのことはダメでしょ。それがおじいのイメージですか、中道さんの。今回はですね、介護士の中さんにご登場いただきたいと思います。どうぞ。中さん、お願いいたします。はじめまして。はじめまして。介護士の羽田さん、どうぞ。あ、はじめまして、羽田さん。羽田さん、お名前言ってもらっていいですか。聞き分けなのね、そう、難しいことも何もない。ちょっと、おい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 よ、見ろ見ろ、ええ賃貸。ちょっと夢中になってしまって。ちょっとよくわかんない。そういう感情はないんですよ、介護士さんに。なんで。じゃあ正解いきます。正解は、はい、人の役に立っていることが実感。なるほど。Sシリーズは酢、砂糖、塩でいこうと思います。なるほど。僕野菜でナスが一番好きなんですよ。興味ないでしょうが、言っておきますね。食べたい。食べましょう。うん。おい。ご飯おかわり。おかわり。おい、ちょ、おい。撮影中やぞ。美味しい。よう食べんな。うんうん、感想言わせ食べさせ、こっちにも。すごいです。ああそうなんですね。全然何言ってるか分からへんかった。荷物多いね。いや、わしの家で何しとんじゃ。トイレですか。あそこのコンビニは借りられないか。あ、じゃあもうちょっと行ったところのデパートのトイレは3階までと怒らないと通れないか。じゃあ、あそこのスーパーのトイレ、どこでもいいから連れてってくれ、漏れる。そうでしょう。あ、ありがとうございます。あ、いい感じですね。はい、すみません。あと、ヘルパー。あ、ここで閉めろ。すみません。すみません。お疲れ様です。本日も撮影終了しました。さあ、今から、帰りたいと思います。今日は一日ありがとうございました。お疲れ様です。